クソ強いポケモン来た。けど、ボクシングしてるポケモンがいっぱいなので、もう使えません。え？なんて残酷なこのゲーム。逃がさないとダメなの？逃がしたポケモンは一体どうなるんですか？ちょっと動画が本格的に始まる前に、ちょっと僕から説明したいことがいろいろあるんで、ちょっと説明させてください。で、今多分テロップで出てると思うけど、まあその説明どうでもいいよって方は、まあ指定の秒数までちょっとスキップしてください。で、まず何が変わったかだよね。まず、色が変わった。見て、水の色が青いんだよ。で、前まではさ、これ見てよ。赤と黄色と白と黒、この4色でやってたと思うんだよね。多分だけど。で、今回から青とかが加わりました。だって見てよ、ポケモンの HP バー。全員緑なんだよね。多分待って、みんなのレベルあと37に、ちょっと揃えました。で、まあ、HP バーとかを緑だから、多分これが本来の色なんだと思う。ポケモンの HP バーってよくよく考えたら緑だもんね。で、あとは、曲のピッチが若干上がったぐらい。で、あとはまあ、あんまり関係ないかもしんないけど、まあ、背景がなんか追加されたね。見てよ、このなんかピカチュウの可愛い背景。まあ、編集でまあ、あんまり目立たないようにするから、あんまり関係ないと思うけど、これが追加されました。で、なんでこんなに変化が加わったのかっていうとね、僕って今までゲームボーイとかまあ、GBA のゲームするときって、ゲームキューブのね、ゲームボーイプレイヤーっていうのを使ってやってたんですけど、ちょっとそれがね、なんか、急に壊れちゃったのかわかんないけど、なんか動かなくなっちゃって、だから急遽スーファミでね、なんかなんだっけ、スーパーゲームボーイっていうのがあるから、それ使って今、ゲームボーイのゲームをやってます。まあだから、スーパーファミコンでゲームボーイのゲームをプレイしてるよって感じです。まあでも、ゲームに、まあなんかその直接的ななんかこう、被害とかはなかったから、そこがまあ、良かったね。いや、マジでなんでゲームボーイプレイヤー気に壊れたんだろう。普通に悲しいわ。いや、今回は、まあ、ジムからやっていきます。頼もう！こんにちは。どうも、成長して帰ってきました。よろしくお願いします。え、待って、色のせいでめちゃくちゃさ、頭削られてるように見える。あ、これ色変わってるからすげえ見づらいわ、この点線の部分。前までこれだったからさ、結構くっきりして見えたけどさ。おっと、待ちな。赤地区ジムの名物見えない壁システムはどうだ？色変わってからだいぶ混乱してるよ。全くわかんないわ。だって。これが本来のやり方なんだろうね。多分だけど。スリーパーか。おぉ！なんだこいつ。人をバカにしてる見た目してるこいつ。わかる？絶対こいつ人をバカにしてる。お願いします。あれ？ん？ちょ、十字キーやりづれ。こんにちは。今日、フォーフォーフォー。こうアッパごときが拙者に戦いを挑むとは、お、肩払いたいでござる。いや、僕、未来のポケモンチャンピオンですけど。そんなこと言っちゃっていいんだ。毒を食らったら自滅。眠ってしまったら無抵抗。うわぁ。ね、何？催眠術と何？毒使ってくるタイプ。ゴミじゃん、こいつ。忍びの技の極意を受けてみよう。最悪じゃん。眠りと毒って一番最悪だわね。お願いします。かっけえし、ちゃんと。うざ。髪型めちゃくちゃベジータじゃん。お願いします。コンパン！強い強くないですか？ただこいつは虫タイプ。炎ザクセン、炎タイプに弱い。さあ。落ちないか。いやーなんだ、毒って猛毒じゃないの？あー、これね、猛毒何がやばいって、普通の毒と違って、ターンを重ねれば重ねられるごとに、毒のダメージが上がっていくみたいなやつだと思うんだよ、確か。そんな気がする。やべ、これやばいぞ。レベル40超えか !44! またコンパンだ。いや、火の粉でいいでしょ、そんな。おい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 。フリ属性出してくるね。もしかしてさ、属性、ポケモンのタイプ相性ご存知でない？最近光線、これどんぐらい食らう？これワンチャン混乱になるやつだ。あー、はい、なりません。バカがよ。虫タイプ出してくんじゃねえ、てめえは。よーし。いいねえ。次は？何でもいいよ、出してきて。お前、コンパンだけじゃねえか、マジで。ワンパターンすぎるんだよ。どんだけコンパン好きなんだ、お前。まあ、もうちょっとさ、あれ出してこいよ、ミュウツー。じゃないと僕に勝てない。あ、最高気熱はダメ。それは聞きます。それダメ。マジ、もう、それ、反則で、なってことでお願いします。やめてください。よし、いいね。で、次は？まあ、ミュウツーとか出してこないと僕には勝てないと思うけど。さあ、何出してくる？モルフォン？何それ？何こいつ？え？何こいつ？レベル高何こいつ？え、これ、何が進化したらこうなん、進化したらこうなんの？これ、初代にしかいなくない？何？あ、やめて、絶対強い。
ガジャンっていうか、強い。何こいつ、初めて見た。え、しかもちゃんと強いし、死んだこれ。え、嘘。レベル50。僕37にしたぜってめっちゃどうやってたのに。でもこういう時はどうするかわかる、みんな。クッションでゴリ押す。これに限りますね、本当に。さあ、まずは、ド忘れで、まじで。まずド忘れして、特防をめちゃくちゃに入れます。あ、特はダメ。それダメだよ。やめてよ。まあ、特防4段階ぐらい上げて、さあ、こっからだ。毒結構きちんだよな。まず、のしかかり。吸血持ってくると、これまずいね。これ非常にまずいわ。しか、結構食らうな。どう？あ、弱い。弱い。所詮お前はね、虫ポケモンなんだよ。怪物には、やめて。怪物には、勝てません。なぜだかわかりますか？あなたは虫だからです。勝てるわけないじゃないですか。虫が怪物に。あざっす。レベル50って、レベル高いな。これ、5つ目のジムでしょう。ほう、おいしい、やりたいござるな。ありがとうございます。そら、このピンクバッジを受け取ろうがよ。いいね、ピンク。紫バッジかと思ったけどね。ピンクバッジを持っておれば、お主のポケモンの防御力を上げる。戦ってない時でも波乗りの、波乗り。波乗り。そうだ、これをお主に。え、これ、これあれじゃん、ゼニーに覚えさせるやつでしょ。400年昔より我が家に伝わるポケモン技、技マシン06には極意、毒かよ。なんだ。波乗りじゃねえ。お前さっき波乗りの話しただろうがよ。毒は毒浴びた一旦ごとにどんどんと、そう、ダメージが大きくなる。言ったでしょ、僕。すご。これは相手に恐怖を与える技でござる。確かに。使われたら嫌だな。待って、これ戻ると正面どうじゃん。でもさ、せっかくだからさ、覚えさせようぜ、毒。毒ってかなり強いよね。これを、多分、アリハが使われると思うんだよな。アリハに覚えさせよう。あ、みんな覚えれるじゃん。すご。なんかアリハだけかと思ってたけど、まずアリハに、毒を覚えさせたいんだけど、どれ外そう？フラッシュ、眠り粉、超音波。いや、超音波じゃん、女。はい。これで、超絶害悪な、超絶害悪ポケモンが出来上がりました。あ、こんにちは。なんだお前。水に入る前に、あ、ね、ごめん、ちょっと見えなかった。なんだお前。何ポケモン？水って言ったか、水タイプだよね。お！小島よしお出てきた、普通に。ここは19番道路、関地区双子島。双子島ってのは、何お前？何やってんの？これ人ポケモン？これポケモンな、え、これ絶対さ、波乗り必須のやつじゃん。こんにちは。え、ドッペルゲンがいるんだけど。え、何これ、ミュウツーの逆襲じゃん。知ってる？ミュウツーの逆襲のピカチュウ。あの、お互いあの、ビンタし合うやつ。ピカ、あ、お前、あれじゃん。あの、愛嬌がない方のピカチュウじゃん。待って、今度あれか、波乗りを見つける旅か。フラッシュじゃなくて。だる。いや、絶対これじゃん、波乗り。怪力で動かせる。絶対これじゃん。マジかー。つら。お、あ、は、助けてくれ。入れ歯を投げてしもうた。は、う、あ、あうわ。あ、はふは。あ、いや、サファリゾーン。じゃ、絶対サファリゾーンになんかあるんだろうな。サファリゾーンから入れ歯拾って、何するんだろう。多分波乗りくれるんだろうな、あのおじさん。多分だけど。データは絶対捕まらないポケモンランキング第1位。レベル20なら捕まるだろう。ボックスに預けたポケモンいっぱいなので捕まえません。じゃあどうやってポケモン150匹も捕まえるん、このゲーム。嘘でしょ。無理なんだ。クソ強いポケモン来た。けど、ボックスに預けてるポケモンがいっぱいなので、もう使えません。なんて残酷なの、このゲーム。逃がさないとダメなの？逃がしたポケモンは一体どうなるんですか？絶対にさ、あれだよね。野良ポケモンになっちゃうよね。最低ですね、このゲーム、本当に。ゾーン探検キャンペーン、トレジャーハウスを探そう。ん？あと17歩で。無理じゃね？トレジャーハウスイズどこやねん。わ、第三広場、東中央広場。これ何？元気の塊。あー、麻薬だ。最高。死んだポケモン生き返らせるあの麻薬ですか？
あれでしょ、トレジャーさんの、あと何歩 ?69 歩。うわ、キノコのやってるみたいよ、これ。懐かしい。満タンの薬、嬉しい。オッケー。うわ、キノコのみたいよ、ほんとに。これトレジャーハウスでしょ。休憩ハウス行こう。トレジャーハウス行ってくれ。頼む。ここいなかったら終わりだ。石ころ当てると逃げるかもしれないが、捕まえやすく、へえ、そうなんだ。いい情報だ。餌を投げると餌に夢中でいる間、ポケモンはあまり逃げない。たくさん歩いたけど、取りたいポケモンがなかなか飛び出してこないの。トレジャーハウスイズどこ?え、割と最短ルートではないけど、あと13歩だ。もう終わりだ。どうすればいいのこれ。お得な掲示板。トレジャーハウスはまだまだ先だ。頑張ろう。あと128歩です。いきますか、僕。お願い掲示板。サファリゾーンの園長はこの辺りで入れ歯をなくしました。店の方にお礼します。だってさ。これは?金の入れ歯。こんな近くにあるんだから、てめえです。もう持ってけや。頼むよ。絶対入れ歯触りたくなかったからさ、この看板置いたでしょ。お願いすんな、この距離で。これは?持ち物がいっぱい。麻薬を捨てます。これポケモンハウスっぽくね?あと何歩?いや、絶対ここだ!トレジャーハウス!こんにちは。おお、来たか!ここは一番お口のトレジャーハウスだよ。サファリゾーンキャンペーン開いたいいが誰も来ない。不安になってたところだ。いや、おめでとう、商品は君のものだ。よっと!ひでましん03。波乗りですか、これは。教えてください。波乗りか怪力かどっちか。ひでましん。波乗り!やっと。やっと進める。結構今日は順調だな。よし。銭を覚えさせよう。やっと。いや、割と順調な方。あれなんかマジで、さっきも言ったけど、キノコのやってるみたいだわ。園長さーん。園長は入ってから金の入れ歯をもらった。え?もらったわけじゃないけどね。もらった入れ歯急いで口にはめた。待って、僕が入れてるみたい。なんか、僕がはめたみたいになってない?園長、すまへん、ほんま助かったわ。誰に何言うても全然通じへんし、恥ずかしいで事務所も顔出せへんかったんや。待って、僕、マジで通訳できたのすごくない?強くて翻訳。すや、坊主、僕、Google より有能だからね。だから、次から Google 翻訳使わないで僕使ってください。すや、坊主、あんがとな。俺にええもんやるわ。秘伝マシン04、これ怪力でしょ。え、あっつ。ヒデマシン04の中身は怪力やで、ポケモンが力持ちになってな、戦わんときは岩を押すようになるで。そや、それからサファリゾーンでトレジャーハウスは見つけたか、ヒデマシンがもらえるで、見せました。めったに手に入れない、波乗れないやで、やったー。じゃあこれ押してみよう、どすこいつって。まあ、覚えるのはさ、もちろんクッションでしょ。クッションが一番それっぽいじゃん、だって怪力。何いらないこれ。ドアスレいる、眠るいる、のしかかいる、いるし、まあ、地球投げかな?だいたいのしかかりだって通用するもん、こいつ。はい。怪力の狩りはお世話になった。どすこい!おー!すげえ。これは?持ち物がいっぱい。うぜえ。ねえ、みんなこれさ、さっきサファリゾーンで見たと思うんだけどさ、ポケモン逃がした方がいいのかな?逃がさなきゃダメ?ホラーマン、よだれ、そううつ、パン、小松菜、タツ、ウズ、トザキン、ホウオウ、トゲ、お化け、トゥース、陸部、スズエバチ、バグ、アグメタ、歌い手、筋肉、ラディクル、ジー、ギギネブラ、アルマ、コロコロ、ラグトレイ、ドラミ、ガンエン、ドラえもん、磁石、ミラー、ダネン。うわ、こいつらみんな逃がさなきゃダメなんだ。俺にはそんなことできねえよ。俺にはそんなことできない。うわ、元の位置に戻ってやがる。なんとなく予想ついてたけど、てめえ、ふざけんな。ちょっとポケセン寄って道具図とか預けてただけだろうがよ。お前、どうやって、この岩を戻したんだろう。いや、戻せるわけなくない。このおじさんがもしかしたら一応の怪力かもしんない。ちょっと風邪不思議な雨。くっそいらねー。見てこれ。そういえば、玉虫シティにさ、ここわかるこれ。玉虫シティ、またこれじゃないんだけど、この人の家さ、どうやって行くんだろうなと思ってたんだけどさ、これ多分波乗りで行けるよね。これ僕よく思い出したね。まあ、ずっと気になってたからずっと知ってたんだけど、行きます、波乗り。リトはゼニに乗った。いやー、ラプラスに乗りて、お見てください、どうも。リテです、こんにちは。こんにちは。君は?やあやあ、私はいつも君がそこを通るのを見てたが、やっと会うことができた。え、島流しされてる感じもしかして。それはとっておきのこれを君にあげよう。うん、おじさんからわざわしん41をもらった。これなんだろう、教えてよ。わざわしん41の中は卵みである。これを使うポケモンは一種類だけである。もう多分、ラッキーとかじゃないの、これ。それもポケモンはラッキー。あ、当てた。当たったし。やった。でも持ってないからいっかな、別に。よし、じゃあこっからさ、波乗りでさ、好きなとこもう行けるよね。これで。ゼニー、行くよ。波乗りだ。いいね。で、こいつは何?これ人?ポケモン?青い海を見てれば嫌なことも忘れず、トレーナーかい。